朝日殿は、戦国時代、安土桃山時代の女性。朝日局とも言う。豊臣秀吉の正室、北こ所の聖母。一説に名は起こい。朝日殿という名は、出身の終わり国朝日村から来ている。父は、杉原家り、母は、正室院。杉原家継と賢七郎は2位。七極殿は、処刑図により姉とも妹ともされ、順序は不明。 朝日殿は、向陽氏の杉原忠氏の妻となり、尾根、木下家佐田、熊、ややを設けた。朝の長勝と七曲殿に子がなかったため、尾根とややの二人を養女として出したが、永六四年、尾根は、秀吉と結婚してしまった。平成杉原氏ご系図不言によれば、朝日殿は、周囲の反対にもかかわらず密かに結ばれた野望で、あるとして起こり、 秀吉との婚姻を生涯認めることはなかったという。反感府によれば、尾根は前田利家にに嫁ぐ予定であったが、入り婿のように長屋に住み込んだ、秀吉の妻となったとし杉原死刑図によれば朝日殿と七極殿の反対によって、結婚を阻まれた秀吉が長勝に頼み込んで尾根を養女としてもらって、朝の家から嫁ぐという形にしたのだという。 慶長三年八月十一日、死去。秀吉の死の七日前であった。戒名は安典寺殿松屋明帝大師、高台寺内の朝彦雲院に葬られた。後年、家貞の三男である、肘藩主、木下信仁氏によって、大分県早見郡肘町高徳山松屋寺にも、墓が築かれ、供養のための肖像画は、県の有形文化財となっている。 ありがとうございます。